はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、ももすけです。今日はですね、チェロキーくんのマフラーのね、ちょっと出口が寂しいんで、かっこよいステンレスの出口にしようと作ろうと思ったけど、まあ、僕には作れないんで、まあ、今日もですね全てを翔馬くんに丸投げでやってもらおうかなと思っております。頑張ってください。ジャッキアップぐらい僕もできますよ。忙しいんですよ。いやでもね、その言い方じゃね、まだ小春さんのね、言い方にはかなわない。あの人の塩対応ぶりには全然かなわない。ちょっと優しさが出ちゃう。優しすぎる、それは。あの人ガチだからね、あれ。どうされる？どうしますって、そのだから希望としては、こっからちょっと角度がこれ下向いてるもんで、もうちょっと上の角度でこのちょうどバンパーの下までまっすぐ出てきた。そんだけだよ。バンパーに寄せる感じですよね。そう。だってこれなんか気持ちちょっと下がってますよね。下に下がってってるじゃん。これ多分出口までこっちまで出るとあんまバンパーと隙間あるとかっこ悪いと思うから、バンパーに寄せつつちょうどギリのところまで出したいという希望でございます。了解です。ちょっと本当はフランジから外して、広いところでやりたいんですけど、腐ってるから、アメシア特有のフランジじゃなくて、多分見てもらえば分かるんですけど、U ボルトで差し込みでここです。差し込んで U ボルトでぐっと締めてあるんですけど、おネジがもう山が存在しないんで、これもう切断しないと。なるほど。まあ今日部品がないんで、ちょっとこれこの状態で釣りゴムだけ外して、よろしくお願いします。僕は見てます。多分あれでしょ、足手まといになるでしょ。見ていてください。やりなさいって言わないで。あまり近寄らないで。わかりました。なるべく離れて見てます。まあ腐ってはないんで、穴がここ、まあ錆びてはいますけど、腐ってる風ではないんで、そこから先を、まあこの辺からちょっと先をカットして、セーバーソーとですね。ノコギリです。こうやって刃が出るですね。お、すげえ。手でこうシコシコするのを自動でやってくれるやつ。ちょっとサンダーとかグラインダーが使えないとこなんで。あー、なるほどね。まあここでちょっと切っていきたいんで、そういう時に便利ですよね。ちょっと入らない。これでいいか、このぐらいの長さ。いいんじゃないですか。感じですよね。捕まると思いますけど。こっから曲げた方がいいんじゃない。こっから上こっち。竹槍してるね。まあこの辺どこ辺まで出します。まあつらつらでいいっすよ。つらつらで、バンパーのつらつらで。まあオフロードを走る車だとなるべく出ない方がいいんだろうけどね。そうですね。ストレートで終わるか。斜めに切る。よくさ、オフロード系の車斜めに切れてたりするよね、そこ。どう？いやでもこれちょっとダウンテールにするか。まっすぐでいいんじゃない？すげえ勝手に切れてくやつやん、はい、これ。バッチリですね。はい。全然もう即席なんで。いやでも見た目が全然違うんでこれで。いい満足しております私は。まあ外して。はい。まあ作り直してもらおうか。またあれですか、僕が時間がないとかお金がないとか言うからこういうことになる。今日来て今日やる。そういうことですね。僕にノーを言わせない作戦ですよね。まあいや短時間でここまでやってもらえれば僕としては大満足でございます。短時間でもこんだけつけるだけなんですけど、なかなかそうだよね。そう意外にやることが多いんですよ。大変だよね。つけるだけでしょって思うけど結構工程多いよね。溶接しちゃうのは早いですけど、それ以外のことが結構切ったり、位置合わせたり、そうだよね。配列付けしたり、そうだよね。それまでのことが結構そうだね。一周溶接するだけでしょっていうだけじゃない、いろんな手間がかかるよね。まあできてしまえばこんなもんなんですけど、意外に作業内容的にはいろいろあるんですよね。なるほど、ありがとうございます。じゃあこれでちょっとお尻からのこのチェロキー君のリアビューがちょっとすっきりしましたんで。見た目よくそうなんかすっきりしたこの辺の感じが、ね、サビサビだと車がボロい感じが、うん、そう全然違う、それだけの印象なんだけど全然違うんで、こういうテールエンドのリフレッシュもいいんじゃないかなと思って今回お願いいたしました。最近の車で多いんですけど、まあハイラックスだとか、はい、マフラーを変えれない車が変えれないというか、変えてもあれやね、DPF とかそういうものの関係で、まあ、マフラー交換が気軽にできないものだよね。もう音自体はほとんど変えられないんで、だからこういうなんていうんですか、テールエンドだそうね。プラドとかのテールもさ、なんかこうちっこいのがちょろってなってる感じじゃね、同じように。だからこういうふうにテールエンドだけリフレッシュしてあげるっていうのもドレスアップとして、最近の車はそういうのがまあやり方としてはそうだね。安く済みますよね。テールエンドだけ、まあ、フランジ交換式にしちゃうとか、まあ、テールだけ車検対応できる。はい、じゃあまたうちのプラド持ってきますんで。ノーマルがいいですよ。車はノーマルがいいですよ。ありがとうございました。またお願いします。はい。